Galaxy ツールをパッケージする技術 Docker とはと題しましてお話しさせていただきます。株式会社アスケードの那須野と申します。ちょっと簡単に自己紹介させていただきますと、私今国立情報学研究所の方で、アカデミックインタークラウドの基盤技術の研究開発の方を支援させていただいています。でその中で全国の大学とか研究機関を結んでいるサイネットネットワークがあるんですけども、その上で、複数のクラウド環境をにまたがって、仮想クラウドを構築するというような研究なんですけれども、その中でDockerの技術を活用したりしています。で今日はこういうタイトルでお話しさせていただきますが、趣旨としてはギャラクシーでもDockerが使えるようになっていますので大変便利なので皆さんどんどん使いませんかというそういうお話になります。はい、でまずギャラクシーツールなんですけれども、今日のイベントの中で皆さんもすでに使われていると思うので大丈夫だと思うんですけれども、このギャラクシーの画面の左側のパネルに並んでいるのがギャラクシーツールです。でピタゴラギャラクシーの場合でも最初からある程度その主要なツールに関してはいくつか入っている状態で、すぐに使える形になっているんですけれども、これは環境によって、入っているツールがいろいろ異なったりします。でなので必ずしもその自分が解析に使おうと思っているツールが用意されているとは限らないので、何らかの形でツールを追加したりしていく必要があると、あるいはバージョンアップしたりというのが必要になります。 ですのでこのギャラクシーの環境の管理者権限があればどんどん新しいツールを追加できるわけなんですけれども、当然そのパブリックサーバーみたいなところですと、自分の好きなツールを自由にインストールできないという問題があります。でただ今日ご紹介しているコミュニティギャラクシーの VM であれば、それぞれの PC 上で動いている VM なので、インストールすることは自由にインストールすることはできます。じゃあどうやって、ツールを追加するかということなんですが、一つはツールシェットからインストールするということができます。これはギャラクシーの、いわゆるアップストア的なところですね。そこに、いろんなツールの開発者がいろんなツールを登録していますので、そこから選んできて、ギャラクシーの管理者権限になった状態で、この GUI からインストールするということができます。であとは他にはそのギャラクシー環境で、Linux のサーバー環境ですので手動でインストールするということをやります。通常はそうですね、パッケージが公開されているのであればパッケージマネジメントシステムのコマンドを実行したりですとか、あとは自分で実装したツールでしたら、コンパイルしてインストールするというようなことが必要になります。こういった形で追加をするわけなんですけれども、そういうやり方には当然問題がいくつかあります。そのギャラクシーが動いているコンピューターにツールを簡単にインストールするとは、できるとは限らないということですね。でいくつか問題があると思ってまして、一つはそのツールの依存性の問題です。インストール時にそのツール間の依存関係を解決する仕組みが、一応あることはあるんですけれども、ものによってはその最初にちゃんとパッケージとかライブラリをあらかじめセットアップしておく必要があったりします。であとは特定の OS のバージョンですとかディストリビューションだったり、そういったものでしか動かなかったり、あとはそのディストリビューションによってその依存するパッケージ名が微妙に異なるとか、そういう問題もあります。もう一つは自分でコンパイルして入れるツールに関して言うと、ものによってはすごくコンパイル手順が複雑ですごく高度なスキルが求められたりするっていう場合もあると思っています。でこれらの問題を解決する一つの策として、そういう一つ一つのツールをそのギャラクシー環境から隔離してあげるというやり方があると思います。ですのでそのツールを実行するために必要なものを一式パッケージングしてあげるということですね。でそこに Docker による仮想化が使えるのではないかということで、Docker による仮想化でパッケージングすることでですね、実行時にツールを実行する際にその自動的にDockerのイメージリポジトリから
ダウンロードしてくるという形になりますので、そのツール本体に関してはその Galaxy の環境にあらかじめインストールしておくということは不要になります。で、実はGalaxy なんですけれども、その2014年の8月のリリース版からすでにDockerのコンテナ形式をサポートしているんですね。こんなページが、これ本家の Galaxy の域なんですけど、 Docker インテグレーションということで一応使えますということになってます。なんで今まではそのギャラクシーの上でいろんなその解析ツールを動かしてたんですけれども、これらのツールをこのギャラクシーとは独立に呼び出して実行するというような形になります。で、ここで使っている Docker とはじゃあどういうものなのかとで、ちょっと詳しい説明はここにある別の資料を見ていただくことにして、基本的にはその Linux のカーネルの機能ですね、ネームスペースだとか C グループだとか、そういうカーネルの機能があるんですけども、そういったものを使ってそのユーザーのプロセスの実行環境っていうのを独立したコンテナとして分離していると、簡単に申しますとそういうことです。ですので、その必要なプログラムをパッケージングしてあげることで、いろんな環境にツールを簡単に持ち運んで動かすことができるようになると。で、あとはその VM と比べますとすごくサイズが小さいので、サイズが小さい分当然その起動も速くなります。ですので、そのプロセス単位に可塑化するっていうのは非常に便利です。あとはホスト環境を汚さずにっていう言い方があるかもしれないですけども、汚さずに必要なプログラムを簡単に導入できると。ですので、そのツールだけ簡単にその環境から、完全にきれいにアンインストールするということも簡単になります。OS の上に Docker エンジンが乗っかってて、その上に、ツールとそのツールを動かす、パッケージライブラリ、そういったものが一式コンテナ化されて乗っかっているというようなものになります。じゃあその Docker を自分のコンピューターで使ってみるにはどうすればいいかということなんですが、Docker のインストール非常に簡単です。で、例えば Linux 環境ですと、こういった形で、すでにパッケージ化されてますので、各ディストリビューションごとのそのパッケージインストールコマンドを叩いてもいいですし、あるいはこういった形のやり方もあります。で、あとMacOS ですとか Windows の環境ですと、これまではバーチャルボックス、今ピタゴラギャラクシーの VM を使っていただいている環境もバーチャルボックスだと思うんですが、それが必要だったのですが、Linux VM にインストールするという形だったんですが、つい最近ですね、Docker for Mac ということで、OS 標準の仮想化機能、ハイパーバイザーフレームワークとかいうのが、ヨセミテぐらいのバージョンから出てきてるんですけども、それで、VM 環境が一応不要になっています。ただし、現在まだプライベートベータテスト中なので、申し込みが必要という状況です。で、これですと、バーチャルボックスとかそういう VM 環境が、意識しないで使えるようになるので非常に便利です。で、実際に起動するのは起動例をちょっと書いてるんですけれども、単純にもう Docker ランするというだけで、ここで書いている例はですね、まずその Ubuntu14 というOS のディストリビューション、 Linux のディストリビューションがありますが、それを立ち上げて、その中で自分が必要な、例えばここではトップハットをパッケージ管理システムでインストールしていて、実際入ったことを確認して抜けると。で、それを、インストールした状態を、Docker コミットっていうコマンドで、コンテナイメージ化できると。固められるということですね。で、固めたイメージは、その後、そのまますぐに使えるようになると。これ一瞬で、起動できます。この手順ですと中に入って実際にインストールコマンドを叩いたりしてるんですけれども、そのパッケージングするやり方ですね、ツールをDockerでパッケージングしてみるやり方としては、一つはDockerファイルっていうものを書いて、それをDockerハブに登録するというやり方があります。で、バイオ系のツールですとすでにそのDockerハブの上にいろんな人が様々
コンテナ化して登録していますので、大体あの自分が必要なものがすでに登録されていたりということは多いです。でこれ Docker ファイルの例ですが、例えばこの FastQC の例で書いていますけれども、最初に、まあ、土台というかベースイメージを記述して、この環境の上で、FastQC のインストール手順を書くという形ですね。で、まあ、それだけで基本的には OK です。これで、どっかのコンテナとしてツールをパッケージングできると。で、じゃあその特化化したツールを Galaxy の上でどうやって動かすかということなんですが、Galaxy のですね、サーバーの設定ファイルの一部をちょっと書き換えるだけで基本的には使えるようになります。一つはあの jobconfxml というファイルで、まあ、その Galaxy のツールを実行した時のそのジョブをどういうふうに実行させるかっていうやり方を書いた設定ファイルなんですけど、ここで、まあ、Docker を使うように Docker を有効にするということですね。でもう一つはあの通常ツール開発されている方は分かるかもしれないんですが、通常あのラッパーの XML ファイルっていうあのどういうふうにツールのコマンドラインを実行するか、その手順を書いたファイルを登録しておくんですけれども、まあ、その中でその Docker のこのコンテナイメージを使うっていうようなそういう設定を書きます。基本的にはこれだけで、コンテナ化したツールがどこのギャラクシー環境でも動かせるというふうになります。で、このあたり の, あの詳しい情報は、ピタゴラギャラクシー、コミュニティギャラクシーの、ウィキの方にまとめていますので、ご興味のある方はぜひ参照してみてください。ツールのコンテナ化というカテゴリーのところで、一通りまとめています。はい、以上になります。ありがとうございました。